Please log in. Administrator. Initializing OK. Welcome back, Doctor. 今回の動画は2024秋の戴冠者祭で販売される星6将兵指名権の交換先に新たに追加されるオペレーターたちを紹介した動画となります。今回の将兵指名権で新たに交換先に追加されるオペレーターはホルハイヤ、制約エグゼキューター、ティフォン、リンロースワイヤー、ショウカジェシカ、ヘドリーの6人。昨年11月から今年4月までに実装されたオペレーターたちが新たに追加される対象となります。各オペレーターたちの詳細な性能は以前に上げた解説動画を参考にしていただくとして、今回は追加されたオペレーターたちの実際のプレイ映像を交えながら紹介をしていきます。単独行動させてくれない？ホルハイヤは敵に浮遊状態を付与することで動きを阻害し、他の浮遊持ちのオペレーターと連携することができるオペレーター。素質は飛行ユニットに対するダメージが増加し、一定時間特殊能力を無効化するものと、アンジェリーナ以来となる敵の重量を1減らす反重力状態を敵に付与できる素質を有しています。ホルハイヤのスキルはいずれも敵に浮遊状態を付与し、状態異常を付与してから各種効果が適用される流れとなるので、浮遊状態を無効化する敵でなければ、スキルを当てれば必ず敵の特殊能力を無効化することが可能です。また、HP が 80% 以上の敵には反重力状態も付与するので、特に初撃は浮遊の恩恵を受ける場面が多いでしょう。スキル3は攻撃範囲が榴弾射手と全く同じ前方4マス目まで拡大し、攻撃間隔延長、攻撃方法が前方に直進する旋風に変化、旋風は最大で攻撃力の 420% の術ダメージと 2.2 秒の浮遊を付与するという効果を持ちます。術種としてはかなり広い攻撃範囲を旋風が直進していくというスキルで、直接的に敵を狙うわけではないため、攻撃が命中するタイミングは通常時よりかは遅いものの、攻撃間隔が3秒、浮遊時間が 2.2 秒となっているので、スキル発動中の大半は敵の動きを封じ込めることができます。現在であれば、浮遊状態の敵が着地した時に、追加で術ダメージを与えるアロマとかなり相性が良く、1レーンの敵を浮遊させて術ダメージを与え、着地した時にも術ダメージを与えるというコンボを容易に作り出すことが可能。実装時よりかは、幾分かコンボを考えやすくはなっていると言えるでしょう。とはいえ、やはり浮遊状態をうまく活用できるオペレーターがまだ少ないというのが実情で、火力と制圧のマルチ性能を持つ、ホルハイヤが独断先行してしまっている感は否めません。攻撃速度を大幅に速めることができる統合戦略などであれば、浮遊している敵に対してさらに浮遊を付与するといった完結型のオペレーターとなるのですが、通常ステージであれば相方が不足、または力不足なターンはまだ解消していないと言えるでしょう。任務開始。作戦目標のご確認をお願いします。制約エグゼキューターは連撃士としては初の星6オペレーターで、他の連撃士タイプと同じく攻撃をしながら自身の HP を回復することができる代わりに、味方からの回復を受け付けない自己完結型の性能を有しています。素質は一定確率で攻撃が2回攻撃となり、スキル発動中であれば消費した弾薬1発につき連続攻撃の確率が 5%、 最大で 100% になるため、スキル発動途中からは必ず2回攻撃になるという素質。配置されているラテラーのオペレーター1人につきスキルの弾薬数がプラス1される素質を有します。制約エグゼキューターの最も強力なスキルはやはり3でしょう。攻撃間隔が 1.3 秒から 1.8 秒に延長される代わりに、攻撃範囲が拡大、攻撃力が上昇、弾薬を消費するたびに攻撃力がさらに上昇し、特性による HP 回復効果が3倍に増加。スキル終了時にスキル発動中に攻撃した全ての敵に対して攻撃力の一定の物理ダメージを与えるという弾薬スキル。連撃士は1回の攻撃時に発生する HP 回復量はブロック数に依存したものとなっていますが、同時攻撃可能数に制限はないため、大量の敵を一気に捌くことを非常に得意としており、物量で押してくるようなステージに対しては非常に強力な対抗手段となってくれます。特にスキル3は弾薬を消費するたびに攻撃力が上昇していくので、スキルが終盤になればなるほど殲滅力は加速度的に上昇していくことに、また素質による2回攻撃も連発し始めるので、敵を完全に漏らしてしまうということはそうそうありません。さらにスキル終了時には追加で攻撃を与えた全ての敵に対して物理ダメージを与えるので、フィニッシャーとしての適性も高く、高速周回などでも大きな活躍を見せてくれます。連撃士のネックである耐久性能に関しても、スキル発動中であれば1回の攻撃につき最大720の回復が発生するため問題はありません。とはいえ、それでも他の職種と比べると限界がはっきりとしている性能で、対応できないラインに到達すると一気にジリ貧となってしまいます。また、すべてのスキルの SP 回復方法が攻撃回復となっているので、何らかの方法で SP をブーストしなければ、脆いタイミングとなる。通常時も敵の相手をしなければならないというのも、制約イグゼキュターの弱点の一つと言えるでしょう。総じて無茶をさせないというのが、運用においてのコツになるオペレーターと言えます。逆に適材適所を徹底すれば凄まじい範囲殲滅火力を見せてくれるはずです。勝手に散らばるなよ。ティフォンは、ロサに続く2人目の星6波状射手オペレーターで、高い攻撃力と広い攻撃範囲を活用した、汎用性の高いスキル2と、攻撃範囲を無視してスキルが終了するか、ロックオンした敵を撃破するまで、どこまでも敵を追尾して攻撃を行うボス適性の高いスキル3を有した、波状射手という癖の強い職種でありながら、多くの場面で活躍することができる性能を有しています。素質は連続攻撃時、敵の防御力を最大で 50% まで無視するものと、スキル発動中に初めてダメージを与える敵に対しては攻撃力が上昇し、3秒間の足止めを付与するものの2つ。防御力無視の効果は、攻撃をして効果をスタックさせなければ最大化しないものの、スキル2であれば攻撃1回で2回分、スキル3であれば1回の攻撃で一気に最大までスタックするため、説明から受ける印象よりもはるかに早い段階で効果は最大化します。素質には初めて攻撃した相手であれば、必ず攻撃力が上昇した状態で攻撃を行い、さらに足止めを付与するというイネスの素質と同じ、各敵に1回だけ発動するというもの。素質1の連続で攻撃をしなければ効果が最大化しない点を補う素質といえ、足止めによってティフォンの攻撃範囲内に敵がとどまる時間を延長してくれます。スキル2は2回スキルを発動させることで永続化するスキルで、スキル発動中は攻撃力が上昇、2回攻撃となり、40% の確率で1秒のスタンを付与するというもの。スキルを2回発動しなければ永続化しないという手間はありますが、永続化後は最大2体の敵を同時に攻撃し、敵が1体しかいなければその敵に対して2回攻撃を行うため、最大 64% の確率で敵にスタンを付与することができます。敵の防御力無視、攻撃範囲の広さから来る殲滅力も高く、ほとんどの敵に対して安定したダメージを与えることが可能、永続スキルとして非常に優秀と言えるでしょう。一方で攻撃間隔自体はスキル発動中でも変わらないので、大量の敵の処理は不得意。対応できる敵の数はあくまでも常識の範疇に収まります。とはいえ、それでも現状の敵の殲滅には十分な火力を有しているので、ボス特化型のスキル3と合わせて多くの場面で活躍してくれることでしょう。とっとと片付けてバカンスに戻るわよ。リンロースワイヤーはリーに続く2人目の星6行商オペレーターで、コインという独自のリソースを用いてスキルやステータスを強化するという特殊な性能を有しています。素質は特性によるコスト消費時に独自リソースであるコインを1枚獲得するというものと、 HP が0になっても所持コストを支払うことで撤退を無効化し、戦闘が継続できる効果の2つ。先述した通り、リンロースワイヤーのリソースは全てコインに依存しており、性質的には自分で補充ができる弾薬スキルに近いものとなっています。スキルには配置後、即座に永続発動するパッシブスキルで、コインを1枚消費することで、十字方向に敵が触れると、物理ダメージと足止めを付与するシャンパンを配置。シャンパンは、リンロースワイヤーの上下左右2マスに配置されることになります。そのため、このスキルで実質的に5列までカバーすることが可能。シャンパンはコインを所持していれば即座に再配置されるため、うまくいけば3回程度のシャンパン攻撃が可能です。そのため、足止め役として十分機能してくれますが、意外にも火力もあるので、雑魚程度であれば殲滅も可能。実質的に3秒に1回はシャンパンを配置できるので、展開速度が速いのも売りの一つでしょう。また、素質2によって実質的な節も獲得しているのも特筆すべき点です。要求される所持コストさえ支払えば、リンロースワイヤーは撤退することはないので、ある程度であれば独立して動けるのも強みでしょう。ただ、やはり問題は、行商ゆえに所持コストを大量に消費するという点。特性効果でモジュール付きでも3秒ごとに2コスト。素質2に至っては、1回目の発動は5、2回目は10、3回目は20と倍々になっていくので、状況次第では、他のオペレーターの比にならない速度でコストを消費していきます。そのため、今回追加されたオペレーターの中では、比較的複雑な性能を有したオペレーターと言えるでしょう。ただし、独自性が強いがゆえに、環境に左右されづらいというのも彼女の強みの一つと言えます。あと6分で到着予定です。昇華ジェシカは、昇華英士としては初の星6オペレーターとして実装され、配置後にオペレーターとしては、初の配置方向の変更ができるスキル2や、対空攻撃、範囲攻撃、召喚物による追加ブロック、さらにはモジュールによって敵のステルスカンパも可能と、様々な役割を持たせることができるという非常に器用な性能を有しています。素質は召喚物である機動棒盾を召喚できるものと、機動棒盾がダメージを受けると自身の SP が回復するものの2つ。機動棒盾は HP3800、防御力755、ブロック2と重装並みの耐久力を持ち、消化ジェシカと組み合わせることで、最大で5体の敵をブロックすることが可能。スキル2発動中のジェシカは、この機動棒盾が配置されている方向に配置方向を変えるため、実質的に360度全ての敵に対応することが可能です。スキル3はスキル発動中、攻撃範囲が拡大、攻撃間隔が延長、攻撃力と防御力が上昇、機動棒盾の防御力が上昇し、機動棒盾配置時に範囲攻撃を行うという弾薬スキル。強烈な自己強化と機動棒盾による攻守両面から強化するスキルとなっており、攻撃力は重装としては高めの部類となる2400弱まで上昇するため、波の防御力程度の敵であれば十分殲滅することが可能です。また、防御力もジェシカ自身は1500程度、機動棒盾に至っては2000を超えるので、物理攻撃に対しては非常に強力なブロック手段となってくれるでしょう。そして、機動棒盾配置時に発生する範囲攻撃は、スキル発動中であれば何度でも発動が可能。範囲攻撃を受けた敵は物理ダメージだけでなく、スタンも付与されるので、時間稼ぎとしても役立ってくれます。まさに様々な技術で敵に対処するといった性能の浄化ジェシカですが、逆に言えば決め手に欠けるというのもまた事実であり、彼女が主軸というよりも、あらゆる状況でサポートを提供してくれるオペレーターと考えた方が良さげ。ただ、メインとして考えないのであれば、ここまでサポートを提供してくれるオペレーターもそうそういないので、戦力がある程度揃っているプレイヤーからすれば、細かいところまでカバーしてくれる、かゆいところに手が届く活躍を見せてくれることでしょう。余人が、俺たちの痕跡を覆い隠してくれるさ。フェドリーは獣剣士としては初の星6オペレーターで、他の獣剣士と同じく HP は最大で1万を超え、単発火力も最大で5000を超える一方で、防御力と術耐性は0という HP で全てを受け止めるタイプの性能を有しています。ただ、他の獣剣士とは異なり、素質の効果によって常時加護を所持しているため、他の獣剣士よりも耐久性能は高め、どころか術攻撃に対する耐久力は全オペレーターの中でもトップレベルに高く、全体的に見ても雑魚的に弱く、強敵に強いというかなり異色な性能となっています。素質は攻撃時に自身の攻撃力が上昇し、対象がスタンかバインド状態であればさらに上昇するものと、戦術した自身と自身の後ろ1マスにいる味方に常時加護を付与するものの2つ。スキル3はスキル発動中は毎秒 HP が100ずつ減っていく代わりに、ヘドリーが攻撃した敵またはヘドリーを攻撃した敵に毎秒200の確定ダメージを与え、攻撃距離が1マス延長され、最大 HP が増加、攻撃力が上昇、敵を攻撃するたびに最大 HP の 5% を回復し、25% の確率で5秒のスタンを付与するという効果。スキル発動時の HP は1万を超え、単発火力も4000から5000と非常に高く、さらにスキル発動時間は時間制限付きのスキルとしては最長の70秒と、まがうことなき対ボス用の決戦スキルとなっています。元のステータスが非常に高いため、上昇量もかなり高めとなってはいますが、防御力がゼロであることに変わりはないため、この点をどう克服するかというのが非常に重要。自己回復能力もありますが、そこまで強力ではないので、味方のカバーは必須と言えるでしょう。ただ、最大 HP の高さゆえに味方の回復をどんどんと吸ってしまう面もあるので、フェドリーの回復に関しては範囲量を用いるか、専属を用意してあげた方が無難。フェドリーに回復を全て吸われて、前線が脆くなりやすいという点も注意が必要です。また、攻撃間隔も速いものではないので、DPS の面で見ればそこまで高いものではありません。しかし、単発火力が非常に高いがゆえに高防御力の相手でも殴り倒せるというのが長所。この低攻撃速度、高単発火力がヘドリーの雑魚に弱く、強敵に強い要因の一つになっていると言えます。総じてステータスから見てもわかる通り、非常に尖りに尖った性能を持つのがヘドリーであり、汎用性が高いとは言いづらいオペレーターではありますが、その分、刺さるときは凄まじいほどに刺さるオペレーターで、他のオペレーターでは真似できないということもしばしば、戦術のレパートリーを増やしたいといったときに採用してあげるといいでしょう。投稿者がもし今回交換先に追加されたオペレーターを全員所持しておらず、誰か1人を選ぶということになれば、T4 を選びます。ウィシャデルの実装によって火力役、主にボスキラーの面は役目を譲ることにはなりますが、スキル2の広範囲の敵に対処できる持続火力は未だ1000級であり、素質による敵の防御力無視も非常に優秀で、防御無視は対策が取られづらい効果となっているので、なかなか腐りづらい性能になっていると言えるでしょう。今後も生息塩酸や保全駐在といった特に長時間のステージでは大きな活躍を見せてくれるはずです。以上で星6将兵指名権の交換先に新たに追加されるオペレーターたちの紹介を終わります。この動画が良ければチャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。